はい、どうもシェイスです。今日もクラッシュロワイヤルの動画を上げていきたいと思います。はい、今日もこちらウィザード、ウィザードスケキンエリゴで使ってみた、やっていきたいと思います。今回なんですけど、対戦相手の方めちゃくちゃ強い方ばかりです。はい、まあ、最初に見せていきたいと思うんですけど、まあ、最後の相手がなんですけど、サムネに、ある通り、はい、こちらの方ですね。101位の猛者で、しかも20勝チャレンジ20勝してる猛者になります。はい、こちらの方も確か、そうですね、はい、もうめちゃくちゃうまい方で、はい、20勝してるプレイヤーですね。はい、ではやっていきたいと思います。最初の方はこちらロイジャイデッキですね。はい、やっていきましょう。はい、今回これブラスター採用ということで、まあ、ロイジャイの防衛に関しては比較的やっぱりプリンセスタワーよりは楽でしたね。もうプリンセスタワーだと絶対2発入るような場面でも、やっぱブラスターだったら本当に一発で抑えれる場面がたくさんあったので、結構そのおかげで勝つことができたのかなと思います。はい、まずここしっかりエリゴレで形組んであげて、で、まあ、逆サイドにスケキンですね。はい、これ今回相手の呪文がファイヤーボールなので、普通のウィザードは普通に処理されやすいんですけど、これやっぱり進化ウィザードは結構相手にとってはもう最悪かなと思います。はい、まあ、これ1回目の生命である程度ダメージを与えたんですけど、まあ、まだやっぱりちょっと弱いですね。はい、これでもう一回確か形組むんですけど、次確かこれ相手、そうですね、はい、後ろからロイジャイ出してきたので、もうしっかりと逆サイドにリゴール展開ですね。でもこのロイジャイに関してはもうスケルトンキングと、もう、スケルトンで、しっかり抑えて、まあ、仮に呪文とか打ってきて、落とされたとしてもカウンターの形になれば OK かなと思います。ここですね、はい、進化スケちゃんと出したんですけど、相手もこれもちろんウッドで処理してきて、はい、またこんな感じで守られてしまうんですけど、はい、確かこれですね、はい、ここを見てほしいんですけど、これエリゴレ散歩させます。そうすることによってゴーストを、はい、しっかりとダクネで処理できるし、はい、これ左サイドも見てほしいんですけど、これスケキンのカウンターの形も組めたので、はい、これで相手はなかなかもうどっちか止まらなくなっちゃいましたね。もうファイヤーボールも使ってこれも、守ってはいるんですけど、ただ、はい、もうこっちももう残りのタワー、相手これ474なんですけど、今回ちょっとこれ左に攻めつつ、右にもしっかり呪文で処理と、ごめんなさい、呪文で、削るといった感じで、もう相手はもう本当にこの状態になると本当にどうしていいのか、まあ、おそらくもう分かんなかった感じですかね。結構もう両サイド攻めることによって、まあ、いくら上手い相手でもなかなかすごい完封するっていうのはもうすごい難しいと思います。はい、まあ、そのおかげで勝つことができたんですけど、まあ、本当にやっぱりエリゴレは強いと思います。はい、では次ですね。はい、次は、ペッカ工場になります。まあ、ペッカ工場もちょっと正直これ相手も上手い方なんですけど、今回これちょっと本当に楽に勝つことができましたね。基本的にも自分の経験上、ペッカ工場と当たったら10回やって、そして2回勝てるか勝てないかのレベルなんですけど、はい、今回うまいこと、何かしらちょっと噛み合いが良かったですね。はい、ここなんですけど、これ、ウィザード相手、
延命するために工場ババ出したんですけど、これ大きかったですね。これなかったらおそらくもう普通にやられてます。延命しても結局のところウィザード処理されて、もう相手としてはなかなかこれはもったいなかったのかなと思います。でしかもこれリゴレがもうタワーに普通に殴って、しかもこのダクネのコウモリ一体がペッカを攻撃してくれたおかげで、おそらくこれペッカはい、こっちが、スケ使わずに処理できたといった感じですね。はい、これ、はい、相手も工場馬場出してくるんですけど、やっぱりペッカーの形組まれるだけできついんですけど、まあ、ああやって単体で来る分にはもう全然簡単に守れるので、結構今回の試合に関しては相手がかなりやらかしてたのかなっていうようなイメージですね。であとここなんですけど、これスケルトンキングが一発ウィザード殴ってくれたおかげで、確かこれ矢の雨だけで処理できましたね最後。はい、これが本当に大きかったです。はい、最後これリゴレダックネの形組んであげて、でも真ん中ウィザードにはこちらボイドで処理といった感じで、もうこれでほとんど GG ですね。さすがにもうこれは、あ、ごめんなさい、もうボイド打たずにこれもう普通に処理してますね。まあこれはもう本当にいろいろ噛み合いが重なって勝つことができたんですけど、相手がしっかり立ち回ってくるとさすがにやっぱりこうはならないです。はい、最後キング追って GG といった感じですね。はい、じゃあ次やっていきましょう。次はこちら、ごめんなさい、最後なんですけどこちら、ロイジャーデッキですね。はい、ではやっていきましょう。はい、今回これ、ロイジャーデッキなんですけど、今回、ウィザード型ですね。呪文もボイドということで、はい、まあいろんなロイジャーデッキがあるんですけど、まあ、正直個人的にはやっぱこっちのロイジャイデッキ、ウィザードの入ってるロイジャイデッキの方がやっぱ嫌ですね。はい、ちょっとこれキング起動してしまったのでだいぶ残念なんですけど、まあただこれ相手防衛でまた進化ビザード切っちゃったので、もうこの次のターン相手かなりしんどくなります。まあもちろん最初の攻め守られたのはだいぶ痛いんですけど、まあ進化ビザード切らしたって考えたらこれはこれで OK ですね。でこんな感じで端前ロイジャイ、逆サイドに出してきたんですけど、もうこれしっかりタワーで受けて、はい、これでまた両サイドの形が完成ですね。はい、今回これ普通のウィザードなので、もうこれボイドを打ってあげたらもうすぐ処理できるといった感じですね。はい、こうなった以上、そうですね、相手のもう角出しロイジャイ警戒したいんですけど、今回これ普通に端前から出してきてますね。はい、さっきも言ったんですけど、ちょっとこれ、はい、進化ウィザードだけちゃんとしてあげたら OK なんですけど、ちょっと今回これだいぶ失敗しますね。ちょっとボイドの打つ、タイミングが早かったせいで、まあウィザードがちょっと残ってしまったんですけど。はい、ちょっとこれは本当にもったいなかったですね。
はい、最後これ角出しエリゴ出してからのスケキンで、まあ相手これもうウィザード進化ウィザード持ってるのは分かってたんですけど、もうさすがにもうこの体力だとこれもうエリゴレも入ってまあタワー落としたので、まあこれはこれで GG ですね。もう最後これ角出しロイジャー来るの分かってたんで進化スケも出してしっかり防衛といった感じで、まあこれは本当にあの内容的には良かったのかなと思います。はい、今日の動画は以上ですね。またマルチのリプレイ動画出していきたいと思うので、そちらの方もご視聴よろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。